Yeah.
私は唯一全能なる父を信じます。イエス・キリスト神の一人子を信じます。命の作り主聖霊を信じます。主よ、すべての人が天の者も地の下の者もここにいる多くの多くの人たちも主を信じますと声をかけ合っています。あなたを信じますと告白できることを心から感謝そして喜びとされました。イエス様、どうか今日は多くの人たちと共に礼拝できることを心から感謝して祈ります。アーメン。私は乳がんを通して神様に出会いました。それで今日はがんの人、そして今はいろんな病の人、心の病の人をこの礼拝に招待しました。共に礼拝できることが本当に嬉しいなって思います。そして今一番不安にある地震のエネルギーにもプレートの歪みにもここに来てもらうことにしました。共に祈り礼拝し賛美したいです。私はもう本当に長い間仏教を信仰していたのでイエス様を知りませんでした。それが47歳になった時、一つの言葉によってイエス様に出会ったんです。それは私の胸に小さなしこりがあるのが気がついて一瞬で不安が襲いました。もしかしたら乳がんだろうか。私はその頃がんは怖い病気、がんになったら死ぬと思っていたから本当に怖くて怯える毎日でした。しばらくしてこのしこりが少し大きくなっているような気がしてもうさらに怖くなって勇気を持って病院に行きました。検査の結果、乳がんに間違いない、そう伝えられました。もう一瞬で私は、ああ私の人生終わった、私は死ぬんだ、死の恐怖が私の全身を襲いました。でもその時だったんです。どこからともなく大丈夫、大丈夫という声が聞こえてきました。誰だろうと思って辺りを見回しました。でも先生と看護婦さんの他には誰もいませんでした。もしかして私の願望だろうかと思いました。でもそうじゃないのがすぐに分かりました。大丈夫、大丈夫と聞こえてきた時、私は一瞬で、そして神の一方的な愛で安心感で丸ごと覆われたんです。だから今まであった不安や恐れ、死の恐怖さえなくなっていることに気がつきました。私のどこを探しても死の恐れも不安も全く見つかりませんでした。私は安心して先生に言いました。先生、手術をしなくても大丈夫です、そう伝えて帰りました。しかし親しくしていた友人がとても心配して、自分の親しくしている先生を紹介してくれました。それでもう一度だけ検査を受けることにしました。でも検査の結果は前の病院と全く一緒でした。でもその時だったんです。
どこからともなく静かな声が聞こえてきました。大丈夫、大丈夫という声が聞こえてきて、ああ私はやっぱり大丈夫なんだ、そう思いました。それで先生に手術をしませんって言って帰ろうとしたら、先生がですね、すぐに手術をしないと命の保証はありませんよって言われました。私の命は6ヶ月、長くて1年半だったようです。それでも私は、私の中には不安もない、恐れもない、死の恐怖もない、先生にありがとうございましたと言って帰りました。でも大丈夫って言ってくださった方が2回も私のうちに起こったんですね。それでその方を知りたくて探し求めることにしました。私はもう小さい時から仏教を信仰していたので、きっと仏教の中に私の探し求めている人がいるに違いないと思って、熱心に修行をし、奉仕もし、そして得度も受けました。得度というのはお坊さんになる資格のことです。ところが一生懸命経を読み得度を受けても、私が求めていたものは仏教にはありませんでした。そこでいろんなところに行きました。でも見つかりませんでした。あれから1年いや1年半ぐらい経っていましたから、ほとんど私は諦めていました。でも私が諦めても主の方は諦めなかったんです。一人の女性の方を送ってくださいました。その方が癒しのある教会といって、この個室の群れ教会を紹介してくれました。2000年の11月、私は初めて当時の礼拝していた芦屋教会に行きました。街道の中に入ると、病院で大丈夫、大丈夫と聞こえてきた時の温かい空気と全く安心感が教会の中には満ちていました。ああ私の探していたところはここに違いない、そう思いました。その日は私にとって初めての聖餐式でした。主がおられる、その聖餐式にはたくさんの人が来られていました。今も使っている小さな座布団が床に敷き詰められていて、その上に座ると、正座して座るとね、全く身動きできないんです。礼拝の最後までその姿勢で固まっていました。それほどみんなの期待が大きかったんだと思います。私もその一人でした。主のあまりの静けさと安心感に、私はその場にひれ伏してしまいました。この神様のことをもっと知りたい、心の中で叫びました。すると試してごらんなさい、ピーター先生が語っておられました。君よ、神の神秘を知りたいと願うなら試してごらんなさい。君よ、神の神秘を知りたいと願うなら試してごらんなさい。神様を試してよいと言われるのです。私は嬉しくなりました。次の日、
朝からブドウジュースとパンと真新しい聖書を用意して一人で聖餐式をすることにしました。ところがです、困ってしまいました。私は般若心経なら言えるんです。でも祈りも賛美も御言葉も何一つ知りませんでしたから、ピーター先生の真似をすることにしました。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。神様、私を神様の神秘なる世界に招待してください。そう祈って感謝してパンを食べ、ブドウジュースを飲みました。こんなシンプルな聖餐式を毎朝していたある日のことでした。私の目の前に教会でお会いした同じ神様がおられるのが分かりました。幻としか言いようがありませんが、確かに私の目の前に主がおられるのが分かったのです。私は恐れでいっぱいになり、その場にひれ伏してしまいました。御言葉も賛美も祈りも何一つ知らない私に、主がお姿を現してくださったのです。主は遠くにおられたんじゃなかった。その瞬間、今まで点であったことがすべてつながりました。病院で大丈夫大丈夫と言ってくださったのは、今も生きて働かれているイエス・キリスト様でした。そして不思議なんですけども、私は小さい時から仏様に手を合わせながら、仏様の家には本当の神様がおられるはずだと思っていた、その本当の神様が全てを作られた神イエス・キリスト様だったということが分かりました。私はその日イエス様を信じて洗礼を受けました。実は洗礼を受ける前から主はずっと私と共にいてくださったことが分かりました。そして叫ぶような祈りも声にならない祈りも、主は全部聞いていてくださいました。祈りはイエス様に届いていたのです。何があっても主は共におられる、それが分かっただけで私は最高の喜びをいただきました。そしてなんと幸せなんだろうって思いました。それから礼拝に来るようになりました。ただ礼拝の中で座っていただけでした。誰にも祈ってもらったわけでもない、もちろんピーター先生にも美津子さんにもです。ただ礼拝の中で座っていただけでしたが、ここにあった
乳がんの大きなしこりが、もう本当に鉄のような塊がなくなっていることに気がつきました。本当に驚きました。ここでジーザスの賛美をしたいと思います。私は癒してくださったイエス様のために働きたいと思い、集会リーダーとなりスタッフになりました。ところががんの癒しには続きがあり、
ドラマが待っていました。それから3年後のことです。あ、7年後のことでした。2008年3月です。左の胸に激痛が走り、目が覚めました。触ってみようとしましたけど、少しでも触れると痛くて触ることができませんでした。熱もあるようでした。もしかしたらがんが戻ってきたんだろうか、不安が襲いました。しかしそれを追うかのように、大丈夫という内なる思いと、神様が与えてくださったとしか言いようがない絶対の安心感があったんです。この日は芦屋教会で公開賛美練習の日でした。急いで賛美練習に向かいました。賛美練習が始まると、今日から受難週に入りましたと担当者が伝えられました。受難週というのは、イエス様が十字架にかかられる前の1週間前を言います。そして釘の音が賛美されました。カーカー、歌われるたびにイエス様が先に十字架にかかってくださった、そのことが迫ってきました。がんが戻ってきたというなら、それを受け入れます。私のうちからそう告白していました。3日目、熱は下がりましたが、左の胸には今まであったものと同じ大きなしこりが戻ってきていました。私はとても臆病なものなんです。がんが戻ってきたことを考えるだけで怖くなり、そして怒りさえあってもおかしくないのに、不思議と私のうちには怒りも恐れもありませんでした。本当に不思議でした。さらに3年後のことです。私の胸から出血したのです。あまりにも突然なことで、何が起こったのか分かりませんでした。このまま死ぬのかな、死んでも悔いはないなって思いました。とても不思議でしたが、吹き出す血を見たとき、十字架上で流されているイエス様の血と私の胸から出ている血が一つと重なって、少しも怖くなかったんです。それどころか、この血は主が流しておられて悪いものじゃない、そう思えて安心してしまいました。この時病院に行くという思いは私の中には全くなかったんです。それほどの平安が私を包んでいたからだと思います。血が止まってから傷口を確かめました。3箇所から出ていたのは確かなんです。でも傷口が一つもありませんでした。これも本当に不思議なことでした。これは神様の奇跡としか言いようがありませんでした。私は乳がんと告知された時、がんは本当に怖い病気、がんになったら死ぬと思っていたから本当に怯えていました。でも大丈夫、大丈夫という声が聞こえてきた時、
っかり安心してしまいました。この安心感はあれから24年経ちますが、全く変わることがないんです。それどころか一層深く大きくなっているのがわかるのです。最初は何もわからず、主の一方的な安心感を受け取っただけでした。でも今はそれを信仰で受け取り続けることによって、さらに大きく深くなっているのが分かるようになってきました。目の前にたとえ大丈夫と思えないことがあっても、私はすぐに何かあるとね、パニックするような人なんです。それでも主が大丈夫と言ってくださる、主がおられる。だから私はがんの癒しだけじゃなく、恐れも不安も今あるすべてのことに主が大丈夫と言ってくださることを知りました。すべてにおいて神の平安が覆っていることを手で触れるほど確かに分かるようになってきたのです。この安心感は私一人に与えられたものではないと私は信じています。この時代、この地に起きていること、とても大丈夫なんて思えないけれども、キリストにあって大丈夫と言ってくださる主がおられる、私たちと共におられる。十字架の癒しはどの人にとっても完全だからです。私はこの十字架の勝利を信じています。ここで子羊の血を賛美したいと思います。
私は神様の愛に感動していた時、ある一人の方の信仰に感動して涙を流しました。その人は2022年去年のことです。11月に肝臓がんで天に帰られました。彼は20年ほど前から芦屋教会に来られ、そうなんです、20年ほど前からずっと礼拝に来られていたんです。肝臓の癒しを求めて来られていました。それから風の教会にも来られていて、確か癒し礼拝の度に来ておられました。その彼が昨年の9月か10月頃でした。今度5回目の手術をします、祈っててくださいね、そう声をかけられました。イエス様が共におられるから大丈夫よ、祈っていますね。これが彼と交わした最後の言葉となりました。礼拝の後、美津子さんの口を通して、あなたは死なない、そう主が語ってくださったと話してくれました。とても嬉しそうでした。彼のピュアな魂は、ただ手術が成功してがんが癒されることだけじゃなく、死んでも生きる永遠の命の喜びを受け取られたんじゃないかと私は思いました。奥さんに、僕は死んでもイエス・キリスト様が共におられるから悲しまなくていいよ、そう微笑みながら亡くなったとお聞きしました。彼は肉体を脱ぎ、新しい体とされ、イエス様と共にいる、そして今は自由に羽ばたいてこの礼拝にも来ておられると思います。いつも賛美の中で彼を思うんです。心から喜んでいるその姿を思いました。主にあってはこんな癒しもあるのです。ご家族や親しい人には受け入れがたいことかもしれません。でも彼の最後の言葉から思いました。僕の肉体は死んでも新しい命を与えられ、イエス・キリスト様と いつも一緒にいるから大丈夫だから、もう悲しまないでね、そして本当は風の教会で待っていると伝えたかったんだと思います。共に礼拝できることをどんなに喜んでいるか分かります。今からイザヤ53章の賛美をしますが、今日は新しい試みで太鼓と一緒に響き合いたいと思います。はじめに太鼓の響きを聞いてください。そして途中から日本語のイザヤの賛美が始まります。私は日本語の賛美は十字架の賛美だと思っています。
私は主を知りたい、その思いから聖餐式を始めました。朝一番に主と静かな時を持つ、次第に主との交わりが何者にも代えがたい、主が共におられる至福の時であることを知るようになりました。聖餐式は十字架の再現と言われています。私もこの身を持って、この肉体を持って体現しているんじゃないかと思えるようになりました。はじめに主が私に語ってくださった大丈夫、大丈夫という響きは私にとって復活の命でした。はじめに復活の命が与えられ、そして十字架上で主は全てが終わった、そう勝利の宣言をされました。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の永遠のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。今から私たちすべてのものを命がけで愛してくださった十字架の主に感謝して聖餐に預かりたいと思います。
これはイエス様、あなたのお体です。あなたがお体を裂いてくださり、私たちに与えてくださった命のパンをいただきます。あなたと一つになさせたまえ。アーメン。そしてこれはあなたが十字架で流された血潮、この血によって私たちの過去も現在もこれからのすべてが許され癒されました。すべてをあがなってくださった約束の父をいただきます。主よ、命なるパンを食べ、贖いの血を飲みました。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放したからである。キリストイエス様、ありがとうございます。そして今日はたくさんの人があなたの癒しを求め、あなたに出会いたくてここに呼ばれています。天からも地からもたくさんのたくさんの人があなたに期待し礼拝に来ていました。主よ、そんな一人一人にあなたは見ておき癒してくださっていることをありがとうございます。がんになったら本当に恐怖です。怖いです。いや、がんだけでなくいろんな病気を持っている人も怖いです。そんな一人一人にあなたが直接触れてくださっていることをありがとうございます。主よ、そして私たちの今一番の恐れは大きな地震が起こらないようにと祈っていることです。主よ、今日は最初に礼拝の中に地震のエネルギーもプレートの歪みも丸ごとここの礼拝に招待しました。どうか地震のエネルギーが小分けにされ、あなたの血潮で清められ癒されますように。プレートの歪みが緩やかに動かされ、どこにも大きな地震が起こりませんように、あなたが守ってくださっていることをありがとうございます。あなたの癒しは完璧です。その癒しに、十字架の愛に私たちはかけます。キリストイエス様の絶大なる愛に感謝して祈ります。アーメン。先ほど賛美したイザヤ53章がありますけれども、その中で最近私は特に響く言葉があるんです。それは、彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた、また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた、我々も彼を尊ばなかった、
誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。ここに悲しみの人っていう言葉が出てきましたが、私はなぜか悲しみの人っていうのが心に刺さって仕方がなかったんです。主は私たちの病や痛みやすべての問題に、悲しみに、そして罪をも、それらすべてをご自身の体に覆ってくださり、悲しみの人となってくださいました。顔を覆って忌み嫌われる者のように、彼は侮られた。病そのもの、罪そのものとなってくださったゆえ、人の姿ではなく、真っ黒い塊のようなお姿にまでなってくださったんだ。そう思いました。それは私たちの癒しであり、救いのためにと思っています。でも最近、どうして悲しみの人っていう言葉が迫ってくるんだろうって祈っていました。すると、死を知って信じてです。癒しを知った人がなぜかわからないけど、主から離れてしまった人、また遠くになった人、そんな人たちのことを主が心に留めて悲しんでおられるように思いました。主は誰一人見捨てない、忘れておられないのです。主はすべての人がご自分のもとへ帰ってくることを待って、待って、さらに待っておられる。十字架に命まで捨て、私たちのキリストを知っている者も知らない者も、またさまざまな宗教を信じている人をも愛してくださっている。それは神の壮大な愛であり、喜びであり、願いなのだと思いました。私たちが日々目にすることは心痛むことばかりです。それだからこそ、十字架の死を知ってて信じて本当によかったと心から思います。どんなことがあっても主と共に乗り越えられる、主が必ず乗り越えさせてくださると信じるからです。なぜならキリストを信じた人も信じない人も、遠く離れてしまったような人も、すべての人に十字架があり復活がなっているから、大丈夫、大丈夫と言われていると信じます。一つ言い忘れましたけども、私の胸には前にあったしこりがそのまま残っていて、今現在進行中です。だからいつも共に賛美しているんですけども、私がちょっと意識を外すとね、この人が勝手にね痛み出すんです。昨日一昨日ずっと続けて最近痛むようになりました。でもそれがあっても大丈夫、なぜかね、分かりませんけど、私は元気です。そして誰よりも元気でいるなって思っています。それが神様が与えてくださった生きる力だと私は思っています。こんな豊かな愛を私に、そして一人一人の人に与えてくださってる主に心からの感謝を捧げたいと思います。感謝感謝
エス様、私たち一人一人を生きるものとしてくださり、あなたが共にいてくださる、なんてありがたい。主よ、どうかあなたへの感謝が、この賛美が今傷んだ地に、人々に流れていきますように。あなたの絶対の平安が覆いますように。そして主よ、ありがとうございます。最近子どもたちが礼拝の最後に会堂に入ってこられます。かわいい、本当にかわいい。主よ、こんなかわいい子どもたちがどこかで泣いている、そんな子どもたちが一人も出ないように、あなたが守ってください。そして今日こうして最後に共に礼拝できる子どもたち一人一人をあなたが祝福してください。主よ、あなたが喜びの御手を置いてくださった子どもたち一人一人をありがとうございます。今同時配信をしておられるその一人一人に、主がそのところに行ってくださり、大丈夫だからね、そう声をかけてくださっていることをありがとうございます。主よ、本当に今礼拝ができることを心から感謝です。どんなことがあっても礼拝が守られますように。キリストイエス様の御名を通して感謝して祈ります。アーメン。最後に私たちの感謝、そして主への思い、主が豊かに豊かに表してくださった恵みを賛美し、今一人一人が祈っておられる傷んだ地に、人々に届けられますようにと心から祈りながら賛美したいと思います。
エス・キリスト様の恵みが常しえまでも豊かに豊かにありますように。キリストイエス様の御名を通して心から感謝して祈ります。アーメン。